刺激の伝達。今回は静止膜電位について解説します。神経細胞が興奮していない状態での細胞内外の電位差を静止膜電位といいます。静止時の生体細胞には細胞膜を隔てて内側が負、外側が正の電位差があり、静止膜電位は負の状態です。この電位差は主としてナトリウムイオンとカリウムイオンのイオンポンプ能動輸送と膜透過性の違いにより生じます。それでは詳しく見ていきましょう。イオンポンプの能動輸送とは、神経細胞の細胞膜に存在するナトリウムイオン、カリウムイオン、ATP アーゼがエネルギーを消費してナトリウムイオンを細胞の外側へ、カリウムイオンを内側へと輸送する仕組みのことです。イオンポンプの能動輸送の結果、細胞の外側はナトリウムイオンが多く、内側はカリウムイオンが多い濃度勾配が形成されます。細胞内外に濃度勾配が生じるため、ナトリウムイオンは細胞の内側へ、カリウムイオンは細胞の外側へ流出させる力が発生します。しかし、神経細胞の細胞膜に存在する電位依存型ナトリウムイオンチャネルは開いておらず、ナトリウムイオンは細胞内に流入できません。一方、同じく細胞膜に存在するカリウムイオン漏出チャネルは開いているため、カリウムイオンは細胞外へ流出します。ナトリウムイオンとカリウムイオンの膜透過性の違いの結果、神経細胞の外側にプラスイオンが多く存在する状態となり、電位差が形成されます。神経細胞の内側が相対的に負の状態になるので、プラスイオンであるカリウムイオンを細胞内にとどめさせようとする力が生じます。濃度勾配によりカリウムイオンを細胞外へ流出させる力と、電位差によりカリウムイオンを細胞内に流入させる力が釣り合った状態の膜電位が静止膜電位です。